保坂一平はよくこうして公園まで足を伸ばし園内を散歩する。こうしていると仕事の疲れがすべて吹き飛ぶからではなく、ふん、どまさかね、どおいおい、マジかよ。おい、まだ目を覚ます様子はないよな。唇がプニプニして柔らかそうだ。ああだって、スムって俺の部屋にか。だからそうだと言っている。ちょっと待てよお前。サリー様と呼べ。あのサリー様、いくらなんでも初対面の女といきなり。その初対面の女にお前がしたことを出るとこに出て全て説明してやっても良いのだぞ。それはもしかしてこいつ家出少女ってやつか。余計な詮索はするな。いいからお前の家に住ませろ。どうする、出るところへ出るか、それとも。ぜひ来てください、サリー様。うん、まあいいだろう。そこまで言うのなら言ってやらんこともない。風呂はどこだ。そこの扉。私がシャワーを浴びてくる間に食事の用意をしておけ。わかったな。はい。あ、いらっしゃいませ。あの、会員になりたいんですけど。あ、はい。似てるよな。おい、どっと、あの女がどうかしたのか。バカ、声がでかいって。いや、知ってるやつに似てるなと思って。誰にだ。昔のクラスメート。ほう。はい。違ってたら謝るけど、高校の時同じクラスだった。え、保坂一平くんじゃない。お、千鳥さん。そう、覚えててくれたんだ。嬉しいな。うん、覚えてるよ、もちろん。すごい偶然、なんか運命感じちゃうね。そう。あ、ごめん、これから友達と会う約束があるからもう行かないと。ああ、友達にもこのお店紹介していい。もちろん。ありがとう、じゃあまた来るね。うん。あ、これ会員証。ありがとう。あ、お、ふふん、どうした。おい、このお菓子は何という。ああ、うんまい棒だ。うんまい棒だと。俺がガキの頃からあるお菓子だ。うんまいだろ。うむ、実にうまいな。安いし、味が何種類もあるんだ。何種類もあるのか。おう、気に入ったのか。気に入った。今後私の主食はうんまい棒とプリンにすると今ここに宣言しておく。いや、飯は普通に食えよ。お待たせ、千鳥。遅い。ごめん、ちょっといろいろあって。お、遅刻したんだから今日は保坂くんのおごりってことでいいよね。あ、もちろん。冗談だってば。いや、でも最初に誘ったのは私の方だもん。だから今日は私のおごりね。あ、わかった。よろしい。じゃあ行こっか。でね、転んだ弾みで律子が窓からバケツの水をばらまいちゃったわけ。そうしたら下に前田先生がいてね、誰だ、今すぐ行くからそこにいろって。さっきから私ばっかり喋ってる。あ、ごめん、緊張しちゃってさ。え、千鳥は美人でクラスの人気者だったから。やだ、もうもしかしてもう酔ってる。ああ、ではごめんね、すぐ戻ってくるから。うん、よし、チャンス到来。これくらいか。いや、もうちょっと。しまった、大丈夫かこれ。バレなきゃいいけど、あとはこの酒を飲んだ千鳥が我ながら天才。お待たせ。
じゃあ改めて乾杯しようか。おう、乾杯。さあ飲め、利尿剤入りの酒を飲み干せ。保坂くん、なぜなぜ一度もトイレに行かないんだ。保坂くん、え、大丈夫？ちゃんと一人で帰れる？まあ千鳥こそ。確か千鳥は一人暮らし。こうなったら千鳥の部屋まで行って、そこでなんだったら家まで送ろうか。うん、一人で帰れるから大丈夫だよ。でもこんな時間に女の子一人じゃ危ないだろ。保坂くんと一緒の方が危ない気がするもん。バレてるなんてね、冗談だよ。また連絡するね。あれマジかよ、冗談じゃねえぞ。なんだ、タクシーに乗るのか。あいつもしかして。あ、この公園は街灯が少なく真っ暗で、いくら近道とはいえ女が一人で通り抜けるような場所ではない。再びチャンス到来。よし、行くぞ。なんだ。こいつの寝起きの悪さは世界ランク入りしている。下手に刺激して起こしたら、この身の破滅は避けられない。グッバイ、人生。この日、保坂一平の住まうアパートの近隣に、次のような男の悲鳴が響き渡ったという。お尻に、お尻にうまい棒はダメ！